i モード、i モード、i モードは NTT ドコモ以下ドコモの対応携帯電話フィーチャーフォンにてキャリアメール、i モードメールの送受信や Web ページ閲覧などができる世界初の携帯話 IP 接続サービスである。NTT ドコモに所属した松永真り、夏野剛志、江野木慶一などが携帯電話を利用したインターネットビジネスモデルとしてアイデアを生み出した。 アイモードのアイはインタラクティブインフォメーションインターネットの頭文字のアイ、そして英語で私の意味のアイであるとされる。1999年1月25日に発表され同年2月にサービス開始。サービス開始時に広末良子1998年までドコモ中央のポケットベルのキャラクターをイメージキャラクターに起用。 当初からネットバンキング、待ち受け壁紙、着信メロディの配信などのアイメニューサイトが立ち上げられ、それを利用する様のテレビコマーシャルが放映された。メール機能のアイモードメールは、ショートメールや10円メールよりも通信量が廉価で、インターネットメールとして使えることから、サービス開始当初から爆発的に普及した。1999年7月から、 i モードの通信がつながりにくくなる現象が発生するようになり、2000年3月28日にサーバー設定の人為的ミスにより、全国で約3時間 i モード接続が利用不能となる障害が発生。その後、同年6月までつながりにくくなるトラブルが頻発し、連日報道されることになった。加入者の急激な増加による通信トラフィックの増加により、 i モードセンターの処理能力を超えてダウンしたとが主因とされた。対応策として i モード関連の広告展開の休止 502i シリーズの出荷台数制限などで新規加入者を抑制させつつ当時全国1箇所のみであった i モードセンターを早期に増設する子を発表。同年8月頃には一通りの対応を完了した。これを教訓に i モードのゲートウェイシステムグリーンを破棄し、2003年に、セルカスに移行した。i モードの大ヒットにより、サービス開始後に DDI セルラー IDO、現、AU、KDDI、沖縄セルラー電話連合はそれぞれ、現在は2統一、J-FON、現、ソフトバンクは J-Sky、現、ヤホ、携帯といった同業他社も、同種サービスの提供で、i モードに追従した。 サービス開始当初はデジタルムーバーの高付加価値サービスという位置づけでフラッグシップモデルの59歳シリーズに限定して展開されたがスーパードッチーモやスタンダードモデルの209シリーズ以降にも i モードに対応させた2001年以降に発売されたフィーチャーフォンは海外メーカー製を除いてほぼ全てが i モード対応となっているなおシティフォンカーフォンワイドスターは 期待用である。また、1999年末で新規受付を終了したドニーチョ契約、平日夜間と週末、祝日終日のみ、利用可能で、平日日中は着信も不可は、i モードを契約することができない。NTT ドコモは2006年1月時点で、世界最大、登録者数4568万7117人。 ワイヤレスインターネットプロバイダーとして、ギネスワールドレコーズから認定を受けている。スマートフォンへの移行により、i モード契約者が減少傾向にあることから、2015年発売の P-01、h を最後に新機種は発売されておらず、2016年11月2日に、i モード e 携帯の出荷を同年中に終了するとが発表された。楽本シリーズについては、 出荷を継続するとしていたが、これについても2017年6月までに販売を終了し、iMode 対応携帯電話を新品で購入することは不可能となった。iMode ボタン、携帯電話端末の i、ロゴボタンを押すことで、iMode が起動して、i メニューが表示され、iMode ブラウザ等の各種サービスの項目からコンテンツを選択することで使用することがノーである。 iMode ブラウザーでは各種サービスの登録にて有料、無料問わずコンテンツが楽しめるシステムになっている。基本操作は矢印ボタンと決定ボタンで行い、文字入力などは番号ボタンを使用する。メニュー項目選択時に番号ボタンを押すことで直感的な操作も可能である。iApple アアについては i、ロゴボタンを長押しすることで iApple アアメニューが起こし、 各種アプリを選択する。i モードメールを使用する場合は、携帯電話端末の i ロゴボタンとは別に独立したメールボタンを押すことで、メールブラウザが起動し、文字の入力、iShot 画像の添付、メール送信が可能である。受信メールの閲覧は、メールブラウザを起動することで可能である。なお、i モードメールのドメインは、コディセ1である。通信は、 パケット方式、モーバでは、ドパを使用で行われ、通信料金は、通信時間単位ではなく通信データ量、パケット量に応じた課金システムとなっている。利用にあたっては、i モード基本料、i モード不可機能使用料、パケット通信量が課金される、基本料金。i モードブラウザでは、ページの更新時に、i モードメールでは、 メールの送受信時及び iShot 画像のアップロード時に iShot 画像や他社の画像メールサービスの受信時は iMode ブラウザの通信データ量に準拠 iApp アアではアプリにもよるがアプリ側が通信を要求して認可した場合に通信データ量が発生する初期の頃は通信データ量に応じて料金が加算される重量性の課金システムのため i モードの使用頻度が多くなるにつれて、通信データ量が多くなり、結果的に莫大な使用料金となる、いわゆるパシが社会問題となっていた。フォ r e では通信データ量が見直され、後にパケット通信量が低額性のパケ放題の開始により、パケシの問題は解消された。端末がアクセスポイントとして接続する i モードセンターは、 検査的な i モード専用ネットワークと外部のインターネットに接続するゲートウェイの役割がある。i モード専用ネットワーク内では NTT ドコモに認可されたコンテンツプロバイダによる各種ウェブサイトが i メニューサイトを介して提供される。情報量を設定することが可能であり、課金する場合はドコモが i モード情報量として課金徴収代行を行う。また、 i モードメールの設定や契約情報の変更、e サイトなども行える。外部のインターネットから i モード専用ネットワーク内の URL を指定しても403エラー、アクセス拒否、またはお客様の利用機種には対応しておりませんと応答するなど高セキュリティとなっている。i モードのシステムは2003年から NTT データと日本電機が 共同開発したによって運用され、カーナベルというシステムによって24時間365日、有人監視されている。携帯電話業界の企画である WAP HDML、WML を採用せず、一般的に普及している HTTP と HTML を採用したことにより、コンテンツの開発が容易になった。これによって、i モードサービス開始後も、i アプリ、i エリア。 デコメール、iMode ァリサなどの派生サービスを投入できた。ウェブの通信プロトコル及び、記述言語は、http と html のサブセットを採用している。2001年に登場したでは、imt-2000 規格のパケット通信によって、iMode に接続する。iMode の正式なコンテンツプロバイダとして、承認されていない企業や個人でもで記述し、 インターネットのウェブサーバー上に勝手サイトとして公開することでコンテンツを提供することが可能でる。当然ながら ISP となるドコモは勝手サイトの内容については一切感知していない。機種により利用できる機能は異なる。日本国内で i モードを利用する場合、以下の基本料金と端末別に設定されたパケット利用料金、アクセスするサイトによっては、 i モード情報量が必要となる。i モード付加機能使用量は324円、本体価格300円。2005年11月1日に行われた統一プラン、導入以来210円、本体価格200円で設定されていたが、2008年6月分から315円、本体価格300円に上げした。モーバサービスが終了した年月日までは、 とで共通だった。2014年4月分からは、消費税増税により、税込み価格が324円となる。2010年4月より、ISP セット割の対象となり、SP モードやと組み合わせて契約することで、300円450円の割引となる。日本での発売は、の端末一覧を参照。SP モードは2010年9月1日より提供が、 開始された NTT ドコモのスマートフォン向けに提供されている携帯電話 IP 接続サービスである。i モードとは別のインフラを利用しているが、一部重複している。SP モードを契約することにより、通常の i モードメールと同様にコディセイチのドメインでプッシュメール、絵文字、デコメールなどが利用可能となる。i モード解約と同時に SP モードを契約すると、 従来の i モードメールのアドレスを引き継ぐ形で設定できる。また i モードと sp モードを頂上契約するとコディセ後のアドレスが2つ持つことになるがスマートフォンで2つ同時に利用できるわけでなく1つのアドレスは i モード端末もう1つのアドレスはスマートフォンでホーマーカードを差し替えることで利用が可能となる。またその2つのアドレスは切り替えることも可能である。 2002年頃から諸外国の携帯電話サービス会社に対して i モードの技術と権利を供与し始めた。しかし様々な原因から日本国外展開は苦戦を強いられている。i モードの国際共通化や事業の多角化のために実施した海外投資で1兆5000億円にも上る損失を計上するなど投資活動には失敗も多かった。失敗原因のうち 日本人と諸外国人との携帯電話の使い方の違いが大きな理由として挙げられる。日本ではお財布携帯などの多機能化が進んだが、諸外国においては通話と SMS を送受信が中心であり、携帯の使い方そのものが異なっていた。海外ではメールやネットは PC で行うのが一般的であり、携帯でメールを使用するのはなどを使用する一部の ビジネスマンのみとなっていた。一般のユーザーが携帯でメールやネットブラウズを行うようになるのはが登場してからである。は、フルブラウズを可能とし、各個人が保有するメールアドレスをそのまま使うことができ、自宅 PC の環境をそのまま外に持ち出して使用できることが人気の一因となったが、i モードで可能となるのは、 独自ネットワーク内での簡略型 HTML ページの閲覧であり、携帯でネットをする必要のない日本国外ではあまり受け入れられなかった。また、海外では日本のパケ放題のような定額通信料プランがなかったため、一体この通信でいくら取られるのかわからないという拒否感も i モードの発展を妨げた原因となった。携帯電話事業者が受け取る i モードの利益は 日本は10%であったのに対し海外では50%に上っていたことが海外での i モード不振につながったという意見がある。シンギュラーワイヤレスに買収される前のワイヤレスはドコモが大株主であった事情もありワイヤレス版の i モードである M モードを展開し始めていたが立ち上がってほどなくワイヤレス自体が買収により消滅してしまった。2007年9月25日 S60 上で動作する i モード用アプリケーションソフトを開発し、日本国外の提携オペレーターへ提供を開始したと発表した。i モードブラウザと i モードメール、i アプリ、さらに i チャンネルも利用できる。S60 搭載で Nokia の NTT ドコモ向け端末であるナノメートル 705i にも搭載されている。NTT ドコモは2011年6月にオフリート なっても販売しない、その理由はが、i モードをサポートしないためだと言明している。2002年4月に、フランスの Vigue t e e が、i モードの導入を発表した。他の i モード導入企業の敗因を分析して、NTT ドコモを手本としたためシェアが低いキャリアで、あるにもかかわらず2年で85万、契約達成しした。同社の i モード本部長を務めたブノワルベは成功の、 秘訣は、どこもに学べの一言に尽きると語っている。多くの国で、i モードを導入したキャリアは、i モードで何ができるのかを消費者に伝えきれていないと、VegTelecom は考えサービス内容を訴求する、広告展開を行ったことが成功につながった。VegTelecom で人気のコンテンツは、ゲーム、着メロ、壁紙、占い、天気予報、ニュースなどであり、 日本と大差がないことが要因となった。さらに、日本とフランスで共通しているのは、WAP が導入されたにもかかわらず失敗して、別のサービスを導入しているキャリアが存在することで、ある。iMode とボーダホンライブが競合していたのも、日本と重なる。また、フランス市場には、インデックスやヤマハなどが、コンテンツの供給を発表し、日本でいち早く、 モバイルコンテンツでのノウハウを身につけた日本企業にビジネスチャンスを与えた。2007年7月にはイギリスのオーニとオーストラリアのテルストラが i モードサービスを終了することが明らかになった。地域によっては利用者が非常に低迷しており、イギリスのオーニでは1000万ポンド約2 5億円の投資に対して利用者はわずか26万人だという。 2009年7月31日、オーニ2ア i モードサービスを終了すると発表した。オランダの KPN は2007年にサービスを終了した。イタリアでは、同国第3位の携帯ブランドのウ i ンドが2003年に着手したが、ユーザーの伸び悩みから2009年12月をもって終了した。2010年4月1日、ギリシア、ブルガリアの、およびルーマニアのが、 i モードサービスを終了した。日本国外版 i モードでは、i モードメールを、や、と呼ぶ。画像などを添付すると、イムズという名前になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。